それじゃあブレーキレバー外していこうと思います。でこれ上もね下もね遠見なんですね。ただね下のやつ遠見でまあ工具でねそのまま緩めれば多分ね上側押さえなくても外れると思います。私これ今上側ね、まあ、空回りしないようにボルトの方頭を押さえてるつもりなんですけど、実際はね押さえなくても下側だけで多分工具だけで回せると思います。このブレーキレバーの上と下側にこの黒いね鉄じゃないか、これアルミのこう板があって、それのね下側のところにネジ山切ってあるんですね。だから上から入れたボルト、そこのネジ山のところで一回止まるんですね、締め込んで。でその下側からナットで押さえてるって感じなんで、ナットだけ回しても多分回ると思います。でこれ今右側のフロントブレーキレバーなんですけど、左側もね同じような作りでしたね。で私のこの PCX なんですけど、確か2年ぐらい前に1回グリスアップしてるんですね。でまあこれ見てもわかる通りにもうねグリスが乾燥しきっちゃってて、もうカサカサなんですね。でこれがギシギシ言ってる原因だろうということで、まあ、グリスアップをします。でこうやってつくとここですね、このスイッチ、ブレーキのランプのスイッチのところ、こっちはブレーキの本当の油圧かけるところなんですけど、今指で触ってるところが油圧の方ですね。で長くベローンって端っこの方に出てる縦長のやつの下の方でスイッチのところを押す離す感じなんですか、押してあるものを離すんですかね。まあそこのところはグリス違うのを塗ってみようかなと思います。で今回グリスベルハンマーちょっとね使ってみようかなと思います。でこれ外したレバーとボルトですね。結構このボルトもちょっとこうもう擦れちゃってね、傷とか入っちゃってるんですけど、まあ、今回はちょっとこのまま使います。きれいにしてからですけど、このボルトを使います。ナットの方もこれ使います。でレバーももうそのままきれいにして使います。でこのレバーなんですけど、さすがにもうね4万キロ近く走ってるレバーなんでね、見た目がねもうあんまり良くないような状態で、まあ私普段はねハンドルカバーつけてるんですね。だからそれほどひどくはないんですけど、もうねツヤもないし白っぽくなっちゃってるところもあるのでね、この後ちょっとね鏡面加工っていうかちょっと磨いてみました。でその動画も別でアップしますので、もしよかったらぜひ見てください。でこれ今パーツクリーナーで汚れを落としてるんですけど、どうしてもねそのこう削れちゃったところに入り込んだやつとかね、なかなか落ちなかったですね。で結構ねこれも傷入ってますね。もうちょっとね早い段階でグリスアップしてればね、ここまではいかなかったと思うんですけど、でこれ今ブラシ、これナイロン系のね柔らかいやつなんで、まあボルトの表面にはねそんな傷つかないと思うんで、ちょっとこすってみたんですけど、やはりねちょっと落ちなかったですね。で私のスクーターはですね、結構洗車することが多いんですね。下手すると週に1回とか洗車してたりして、そのたんびにね洗剤とかでグリスとかが少しずつ流れ落ちたんではないかと思われます。でハンドルカバー普段はしてるから、そんなにここの部分はね濡れたりしないはずなんですけど、たまにハンドルカバーしたままハンドルのレバーとかハンドルのグリップのところも洗剤かけてね洗ってたりしてたんで、その時にね多分グリスとかが少しずつ落ちたのかなと思います。
もうちょっとね、本当は早い段階でね、やっとくべきでしたね、これは、グリスアップ。で結構こう見るとね、もうツヤも当然ないし、ちょっと白っぽくなってきてね、まあ、変な傷とかは入ってないんですね。本当はフェルトバフとか使ってね、ちょっと一気にバフがけ、鏡面加工しちゃおうかなと思ったんですけど、ちょっとね、ディスクグラインダーとか、ちょっと奥の方にしまっちゃってて、で今日は、ピカールとアクリサンデを使って磨いてみました。この後の取り付けの時は、少しちょっとね、今よりか光ってる状態になってます。でここのね、あの穴の中もね、あのグリスがもうこびりついてね、カサカサになった黒いやつがもうこびりついてたんで、ここの中ちょっと落とすのにね、かなり時間がかかりましたね。で中なんでね、変にねペーパーとか当てて毛広げちゃってもね良くないので、もうパーツクリーナーとウエスでゴシゴシやるぐらいにしておきました。で完璧には取れなかったんですけど、まあそこはしょうがないかなと思いまして、多少ちょっとね黒い部分残りましたけど、もうそのままにしました。でここもねちょっとこう擦れて、もうアルミがちょっと削れてるような、傷が入りながらね削れてるような感じですね。今回はベルハンマーのグリス使ってみました。で私前からねベルハンマーの動画何本も上げてるんですけど、やっぱりね動きがいいのでグリスもねきっといいんだろうなと思ってこのグリス買ったんですね。ただね、他の一般的なグリスとこのベルハンマーのグリスの比較っていうんですかね、ちょっとその辺がね正直まだよく分かってないですね。なんかね同じものに塗って試せば分かるんですけど、そういうこともねなかなかないのでね、まずグリス塗るってことがなくて、で塗ったところでね一般的なグリスとベルハマのグリスの違いが分かるような場所ってねあんまりないんですよね。このレバーも例えば普通のね一般的なグリス塗って一回こう動かしてみて、握ってね動かしてみて、でもう一回きれいにそのグリスを落としてベルハンマー塗ったところでね多分まあ分かんないだろうなと思って今日は当然やりませんでした。でここ今違うグリス塗ってますけど、ここはブレーキのスイッチが当たるところですね。まあ、ベルハンマー塗っちゃっても良かったんでしょうけど、一応相手がねプラスチック系だったんでちょっとね違うのを塗ってみました。ここですね。これも私の車体もね4万近く走ってますけど、まだねスイッチの故障とかは今んとこないですね。で私フロントブレーキをね結構使うんですね。前にも動画で話したと思うんですけど、以前はですね今これ塗ってるところちょっと左側、輪っかの左側銀色になってると思うんですよ。ここレバーと擦れてちょっとね塗装とか落ちて下地のアルミが出ちゃってるところですね。で私ブレーキ、フロントブレーキをよく使うんですね。で昔はリアブレーキすごい使ってたんですけど、リアブレーキってブレーキシューすごい値段安いんですよ。ただブレーキシューの当たってる相手っていうのがホイールの内側なんですね。でホイールの内側も当たってるもんだから削れるんですね。だからホイールの内側削れて直径が何センチ以上まで広がったらホイール交換しないといけないんですよ。でそれ分かってからホイール交換するのは高いし、だったらフロントブレーキいっぱい使おうと思って
で、フロントブレーキは最初はね、あのディスクパッド、キャリパーのパッド、ちょっと高いじゃないですか。で、それの相手ってディスクなんですね、ブレーキディスクのローターで、ローターもねそこそこ高くて、それで私リアブレーキいっぱい使ってたんですけど、メインで使ってたんですけど、値段調べたらホイール買うよりもね、フロントのブレーキパッドとディスク買った方が、でディスクも社外品いくらでも出てるんでね、それ買った方がもう全然安いなって分かって、それからねやたらとフロントブレーキメインで使うようになったんですね。で、まあだから今回この2万キロぐらいでね、あのフロントブレーキこうやってグリス切れとかも起こしたのもあるかもしれません。でこれからはね、もう1万キロぐらいに1回ぐらいはね、ちょっと様子見てね、もうギシギシ音鳴るってことはもうグリスがなくてね、こうやってアルミ同士がこう削れ、擦れてね削れちゃったりしてる時だと思うので、ほんとね早め早めの方がいいかなと思いますね、点検は。でまあこれからはやっていこうと思います。ではみ出たグリスちょっとね拭き取って終わりです。はい、どうも見ていただいてありがとうございました。